栄式は、日蓮聖人の命日の10月13日を、中心に、営まれる、法恩感謝の法へのことです。栄式は、お会式ではなく栄式と読みます。仏教の各宗派に関わりなく、法会の儀式という意味で一般的に、法要を指す言葉ですが、日蓮聖人のお命日や、お会話を中心に、その御徳を称えて営まれる栄式が、盛大に行われ、広く知られ、栄式といえば、日蓮聖人の法恩感謝の、法要を指すようになりました。また栄式は、日蓮聖人の肖像の、前で開くという意味から、お名号、からお名号、見え行くとも言われていました。松岡省の国、御影公や油のような酒、御所とあり、信徒の人々が、お祖師様も飲まれた、お酒を供養した当時の、栄式の光景を知ることができます。また、御影公を機体とした船、他にも見られることから、元禄の頃には江戸を代表するような、盛大な行事となっていたようです。
Come on.